皆さん、ヤクザの人に会ったことありますか？ヤクザの親分って猫を抱いているイメージありますよね。でも最近は犬も人気なようです。はい、これ餌あげよう。これピョ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 、おいしい、おいしいね。これピョピョ、おいしいね、おいしいね。はい、おー、食べる食べる。アトム法律事務所とみんなのユニオンの代表岡野武史が語る今日のテーマは、弁護士のたけしです。今日もヤクザについて話します。皆さん、この文章の意味わかりますか？出し子がかけ子と受け子をチン殺してパイになった。もう一回言いますね。出し子がかけ子と受け子をチン殺してパイになった。これまで弁護士として刑事事件を10年以上取り扱ってきました。今日はヤクザの人たちが使う隠語について説明したいと思います。1、出し子、かけ子、受け子。出し子、かけ子、受け子とは、すべて振り込め詐欺で使われる用語です。出し子とは、詐欺の被害金を ATM から引き出す人のこと。かけ子とは、振り込め詐欺の現場で相手を騙す電話をかける人のこと。受け子とは、詐欺の被害金を現金で受け取る人のこと。この3つの言葉にはそのような意味があります。決して会計の時に常にお金を出すから出し子、相手に水をかけるからかけ子、かけられた水を受けるから受け子というわけではありません。振り込め詐欺はその悪質性から、初犯であっても数年間の刑務所暮らしになるケースが多いです。この動画を見ている人は絶対に振り込め詐欺には関与しないようにしてください。 2. チンコロ。チンコロとは密告者または密告を行うことです。もともとはチンコロとは小型犬、子犬のことを意味しました。戦国時代にはスパイのことを犬と呼ぶ習わしがあり、そこから転じて密告者のことをチンコロと呼ぶようになりました。私が通っていた小学校では必殺技電気アンマのことを別名チンコロと呼んでいました。ヤクザの人たちが使うチンコロは電気アンマのことではないので注意が必要です。 3. パイになる。パイになるとは、一度は逮捕されたものの起訴されずに留置場から釈放されることを言います。パイとはすなわち釈放のことです。決して食べ物のパイや円周率を表すパイやおっぱいを表すパイのことではありません。パイになるとはすなわち留置場から釈放されるという意味です。それではすべてを合わせて、出し子がかけ子と受け子をチン殺してパイになるの隠語の意味とは。岡野武史の動画を見てくれてありがとう。法律相談はアトム法律事務所で、労働相談はみんなのユニオンで受け付けています。詳しくは動画の概要欄まで。はい、ということでね、これ単語5つ全部ねつなげてみて文章を訳してみると、出し子、お金を出しにね行ったその子がかけ子、現場でね電話をかけてる詐欺の犯人と、受け子、現金をね受け取るその犯人、その2人のことをチン殺した、警察に密告したことで、まあ、パイになったということなんで、2人をね密告したことで、まあ、それを取引として留置場から釈放されたとね、いうような意味になります。せっかくなんでテレビとか新聞ではね聞けない振り込め詐欺のね豆知識みたいなものを3つ説明したいと思います。まず1つ目、出し子、かけ子、受け子、このね3人の中で罪が一番重いのは誰かという話です。この3人、罪がね一番重くて刑罰一番重たくなるの誰だと思いますか？これね、正解、ちょっと待ってね。はい、これ、はい、お前ちょっとがっつくな。おいちおいちよね、これね、はい、はい、これね、正解はかけ子になります。かけ子ってね、まさに振り込め詐欺の現場で詐欺のね実行行為である電話をかけてね、相手を口頭でね騙すという非常に悪い役割を担っているので、単純にお金を受け取りに行ったりとかね、お金を出しに行ったりする、そういうお金を受け取るだけの人たちよりも、かけ子、電話をかける人が一番罪が重たいという実務な扱いになってます。これ実際どれぐらい重たいかというと、まあ、出し子とかね受け子の人は、まあ、初犯であれば執行猶予になる可能性もね十分あるんですが、
かけ子、電話をかける役割の人については、まさにね、詐欺の実行行為に関与したということで、初犯でも一発で実刑、刑務所行きになるケースがね、ほとんどです。で、2つ目の豆知識なんですが、なぜ普通の大学生やフリーターの子がかけ子とかね、出し子とか、まあ、そういうところにね、吸い込まれていくのか、どういうとこでね、出会うと思いますか？これね、どういうとこで出会うかというと、ちょっとお前、これお前話してんねんか、ちょっと待って、これだけやで、はい、OKOK。これどういうとこで出会うかというと、インターネットの中の闇サイトみたいなところとか、あとは地元の先輩から紹介を受けてみたいなケースがね、非常に多いです。で、なんか最初はテレアポで時給5000円ぐらいの仕事あるねみたいな感じで、そういうね、甘い誘い文句に誘われて現場に入ってみたら、実は振り込め詐欺の現場だったとかね、あとはちょっと頼まれ事みたいな感じで、これ ATM のカードあって暗証番号これやからコンビニ回ってね、何十万円かずつ下ろしてきてとかね、どこどこの家のおばあさんちょっと荷物預けてるからそのまま受け取りに行ってくれへんとかね、そんな感じでね、現金の運び屋みたいなね、役割で利用されてしまうケースも非常に多いです。最後の豆知識なんですが、振り込め詐欺どうやったら防げますか、予防策ありますかみたいな質問をよく受けます。私がね、これまでたくさん見てきた振り込め詐欺の被害者の方、共通点一つ挙げるとすれば、自分一人で判断してしまってお金を振り込むという点です。ですのでね、振り込め詐欺予防するためには、やっぱり家族とか友達同士のコミュニケーション、普段からの意思疎通がすごく大切かなと思います。被害者の方ね、みんな電話を受けたらパニックになって、そのまま誰にも相談せずに振り込んでます。人にね、相談したらきっとね、どっかでストップかかることも多いんでしょうけど、まあ、普段からの環境とかいろいろ含めて相談せずにね、振り込んでしまっているケースがほとんどですので、ぜひ皆さん、振り込め詐欺とかね、その他の犯罪の予防も含めて、しっかりと周りの人と常日頃からコミュニケーション十分に取るように心がけてみてください。はい、ということで今日はね、ヤクザの人たちが使う隠語の話させてもらいました。この後ちょっとご飯あげないといけないので、今日はこの辺で。はい、これごめんね、またしたね。おお、うちうちか、これお前好きやもんな。はい、ごめんね。おーよー、食べるわ。ピロピロピロって、おいしいねこれね。はい、こっちも。はい、なんかおじさんって感じしないよね。確かに。行った方がいいですよ。地毛じゃないですか。ああ、いいですね。